こんにちは、賃貸のまさきです。本日は賃貸のまさき、オリジナルマスコットキャラクターマカスくんと一緒に、木津川市城山台にございます、エディセジュールをご紹介させていただきます。こちらは 2LDK タイプのお部屋となっております。途中で出てくるマカスくんのおすすめポイントもぜひご確認ください。はい、まずこちらが広々とした玄関のスペースとなっております。玄関のスペースには姿見付きの大きなシューズボックスがついております。玄関上がったところ、すぐのところにお手洗いがございまして、こちらはウォシュレットタイプで、上には収納もしっかりとついております。はい、こちらがですね、一つ目の洋室となっております。こちらのお部屋は、このように広さもしっかりとございますし、2タイプの収納がついております。まずこちらがですね、少し広めの両サイドにかけるところがあるタイプの収納となっております。そしてその横には、普通の一般的なクローゼットがついております。こちら収納豊富な点がマカスくんのおすすめポイントとなっております。それでは早速、次から見ていきます。こちらですね、キッチンのスペースとなっております。キッチンは人気のカウンターキッチンとなっておりまして、3口の IH コンロがビルトインされております。このように下にしっかりと収納がございますし、冷蔵庫などを置いていただけるスペースも、十分用意されているのが嬉しいですね。そしてカウンターキッチンですので、このようにリビングは洋室を見渡すことができますので、小さなお子様がおられる家庭でも安心です。キッチンスペースからはすぐに洗面所にアクセスできるようになっておりまして、このように室内の洗濯機置き場とワイドな洗面台がついております。またお風呂は人気の一坪浴槽となっておりまして、足を伸ばしてゆったりくつろげるところがマカスくんのおすすめポイントです。このようにお風呂には浴室乾燥機もついております。はい、そしてこちらがですね、広々としたリビングのスペースとなっております。広さ十分ございますので、ゆったりとくつろいでいただくことができます。またこちらのリビングにはエアコンが1機ついておりまして、快適に過ごしていただけます。またセキュリティ面も充実しておりまして、このようにホームセキュリティとモニター付きのインターホンがついております。こちらマカスくんのおすすめポイントとなっております。その横には給湯器のリモコンがついております。こちらのリビングからこのようにバルコニーのスペースに出ることができます。はい、最後にですね、もう一つ洋室をご紹介させていただきます。こちらの洋室もしっかりとした広さがございまして、収納がこのようについております。お洋服が多い方でも安心です。また先ほどのリビングとつなげて使っていただくと、このように、大空間で使用していただくことができます。いかがでしたか？まだまだ紹介したいところですが、詳しくは賃貸のまさきホームページでご確認ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。はい、そんな感じで本日はエディセジュールのご紹介でした。